それは無抵抗な村人までゾンビにするのか。
逃げたところで何になるというのだ。これは貴様が望んだ終局なのだ。私が望んだ？嘘！こんなの望んでない！望むわけない！貴様は私の大事な部下の命を奪ったのだ。その代償を払ってもらったに過ぎぬ。だが心配するな。彼らの肉体は直に消滅する。いや、すでに終わったか。これ以上の殺戮は許さない。彼女をおとなしく解放してもらおうか。殺戮だと？貴様は私を殺戮者と呼ぶのか。いや、その手は私以上に血にまみれていよう。今までどれだけの命を奪ってきた。自分の殺戮を棚に上げ他者を罵るのか。貴様は目的の達成のためなら他人の死を厭わぬ男。貴様の正義など所詮その程度なのだ。バルマムッサの虐殺を本当の意味で自分の責とは思っておらぬ。そうであろう。オクシオーヌよ、貴様は私とあの男のどちらを選ぶ？あやつはゴリアテの虐殺王と呼ばれる男。この村を焼き払ったガルガスタンとも手を結ぶ男だ。バスク村で死んだ者たちの仇を討ちたいのであれば、あやつも貴様にとっては仇同然。それでも虐殺王の庇護を受けようというのかな？それなら答えは一つだよ。あなたを倒し彼らも倒す。ただそれだけ。そうか。ならばその命をもらい受けるとしよう。
Thank you.
私がやられるのか。この神殿の秘密にすら触れていないのに。君の命、僕が預かろう。これ以上の争いは無意味だ。いいえ、そんなのできない。あなたの仲間になんかなれるわけない。私は戦争が嫌い、大嫌い。あなたはその嫌いな戦争を続けているじゃない。僕はその戦争を終わらせようとしているんだ。信じてほしい、この僕を。そんな都合のいい話聞けないよ。私には無理、絶対無理。そうか、わかった。無理強いするのは本意じゃない。僕らはここから立ち去る。だから約束してほしい。無謀な戦いに挑んで命を粗末にしたりしないこと、いいね？分かったよ。分かったから早くここから出て行って。
こんにちは。じゃあな。ゴリアテのデニム、このような場所で会えるとは。時とともに消えかけていた憎しみが貴様の顔を見てよみがえったわ。今こそ戦いで散った多くの同胞たちとゲイカの仇を討とうぞ。